はいどうもー、はい、トモリモンドです。お願いしますね。毎日頑張っていきましょうということでね。やっていきましょう。はい、トミーです。カンタです。はい、お願いします。お願いします。皆さんこんにちは、俺たの内藤です。ウィンしめじばんです。サブチャンネルなんですけれども、はい、前の続きをやろうかな。はい、なるほど。リベンジマス覚えてますか？覚えてる覚えてる。だって僕らあの時やったことないような罰ゲームやったんですよ。確かに忘れもしない。忘れないよ。オセロっぽく、オセロっぽくですよ。オセロっぽくね。なるほどね。はい、しております。どう思います？いや、すげえいいと思うんだよ。ありがとうございます。そういうことで、今オセロニアのねテレビ CM がやってるらしい。はいはいはい、はい、まあそれと同時にという感じでもう一回やろうかなって。なるほどなるほど。で、これでも僕ちょっとハマったんですよ。あ、トミーは本当にやってた。そうらしいね。本当にずっとやって、トミーゲームやることあんまないんですけど、オセロニアハマって、オセロニア面白いって言って、うん、で、今回もまだ結構なレベルの、マジで怖い怖い怖い、まあ変装的な、ちょっと恥ずかしいホストになるみたいなやつやろうかな。ホスト、ホスト、ホストの格好をちょっとするみたいな。でも元ホストでしょ。いや違いますよ。タイプ別で分けたりとかできるから。なるほど。さあ来た、トミー。さあ、どっちから？あ、俺からだ。内藤黒。内藤さんからですね。はい。じゃあどうしようかな。よし。なるほど。はい、96。なるほど。でもまだ効果は出てないですね。うん、HP 強いね。みんな同じ。うん、ほぼほぼ同じですね。殺してます、ね。わ、出た。こやつ。あ、いいんじゃん。1000、いや、1個1個の数字1000出た、1000出た。いや、違う違う、そうじゃないから。1009出た。さあコンボとか決まると、そうなんですよ、全然2000とか一遍に2000とか全然数字変わってくるんですよね。じゃあちょっとコンボいきますか。え、おっ、おコンボつける。出る、出る、出る、出る。あ、超強い。超強いですね。うわぁ、すいや、2手目から1300。もう僕コンボないですよ。じゃあ俺の勝ちで大丈夫。普通にコマの攻撃力強いね。強い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 な。考えなくてもできるし、考えれば考えるほど、はい、あえて先にこいつを使うとか、そうそうそう、残しとくとかありますもんね。なるほど。まあ、コンボコンボですね。逆にオセロのセオリーはあんま関係ない時ありますもんね。そうだね。コンボのデッキを組んでるんですか？イエス、俺もそこまで考えてるわけじゃないんだけど、まあ、でも多いだから、コンボを発動させないように、できるだけキャラクターは裏返していかないと。あ、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 やだ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 。うわ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 、めちゃくちゃ強いじゃん、お前。いや、これ1エース。あ、それを3枚返しの時に使えて、なおかつコンボになったってこと。そうなんですよ。で、結構罠仕掛けてるよ。罠仕掛けてるよ。あれ、嫌なんですよね。ひっくり返すとスキルが、そう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 、可能性が。確かに。で、まあでも、行きましょう。すごい。お、さあ、何が来るんだ。あれ何も…あれなんすか、そんな。あれその罠なんすか。揺さぶり条件があります。あとあれですね、あの、属性のあれもありますもんね、多分。いや、それいいんすか、そこで。ナイトさん、ちょっとテンパってるね、あれ。大丈夫ですか、そこ、それ。あ、そっか、そっか、そっか、そういうことか。ちょっと待って、ちょっとそこずらして。それやばいな。うわ、一気に。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと俺見せよう。ちょっと待った。よっしゃ、やばいやばい、回復。ちょっと待った、待った、待った。どのくらいだっけ。800。あ、いいね。これこういう、なんかその、僕は属性何個かを持ってて、うん、それで回復したい時は後半に回復したいから、多分後半に。なるほどね。今で取ってくる。いやー、もうダメージもすごい食らう。いや、でも今のこいつ強いっすね、結構。もうやだ、やめて。うん、もうやばいんじゃない。もう次の一手で決められる、もしかして。あと残り1000、2000ぐらい。やばいやばいやばい、これで決まっちゃう可能性あるな。あ、もう決まるんじゃない。やべー、うわぁ。何にも言えないじゃないですか。じゃあトミーの感じで。いやー、やばい。カンティ、カンティってやつ。いや、カンティですよ。さあ、なんかかっこいい、なんかそれが黒で先行だね。はい、いきます。
さあ、1個目。さあ、1個目。えぇ、ー、そう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 。え、顔がこないでやる。違う違う、速攻なのよ、だから。タイプ的に。でも、そうなんですよね。うん。そう、竜系は攻撃力エグいんですよ。そう。だから毒とかは、なんか溜めて溜めて、どんどんじわじわやっていく感じだけど。で、後半強いんですよね。そう、攻撃力でも、完全に竜系は攻撃するしかないっすね。そう。3000とか来ると思わなかったな。でも今のね、結構いいやつが来たから一気に誘導して、ね、とりあえず、相手のやつを繰り返す。本当に強い人のやつだ。他の属性行こうかな。うわ、まあひっくり返ってた。メイって2倍なので、2枚ひっくり返すのね。そう。リュウはだから攻撃力強いよね。強いです。スキル全然発動できない。勝った。スキル発動できない。でもカンタはもうエース使っちゃってるんだよ。もう今のやつが上ですので。S ランクのレア度のやつだね。強いなで、今俺、手駒に竜属性があって、こいつらいると、あの基本アタックが倍になったりするやつが 1.1 倍とか。ちょっとコンボいきます。さあ、うわコンボが決まるとこまで。うわでもそんなか。ほう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 。何か来い。何か。さあ、あいつ来ない。あいつはまだか。行きたくないな。いやでも落ち着いて確実にやっていけばいいペースですよ。確かに。うわこれ強いですね。全部1500ぐらい攻撃できるんですか。うん、ここ行こう。やべ、よっしゃ、よっ、うわこれは大きいですね。3枚。やっぱ竜ですよね。強いね。スキル発動できるやついるかな。いないっすよ。この結果あいつは来るんですか。あいつは、いや、あいつ来ねえな。1枚待ち合わせしてるんだよ。うわー、2300。そこでうわよし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 、次いつ頼む。コンボスキルとか発動されたら、うわ、リュウ強化パス。よしよし。いやでも、うわ、危ねえ、危ねえ。いやどうなんだろう。耐えた、1400耐えた。よし。いや、ちょっと、あいつは来てるんですか。もう、全然来ない。来ないんすか。あいつ来ないんすか。来ないと思って進めてたんですか。でも、もう通常攻撃で、もう全然1100だったの。いっちゃいますよ。さあ、これでウォーリアとどめか、やるか。うわー、すごいな。やったー。うわ、強い竜。でも俺ももう残り1400だから。そうでしょ。結構引き良かったっすよね。結構最初、一番最初の引き良かった。あー、なるほど。いきます。いや、これは名勝負だと思う。そうですね。あとやっぱ、竜属性なんで先行だとめっちゃ強いですね、多分。あー、うわ、どうなんだろう。さあ、どっちだろう。引きも変わってきますからね、また変わってくる。よし、来た。うわ、なんかお金払ってない。いや、払ってない、払ってない。課金してるんだよ。私たちの力をお見せします。いや、いいっすよ。それなんだろう。これ心理戦もね、重要だからね。まず、ここ行こう。やっぱ上手いな。うわー、1700とかないもんな、最初からで。普通難しいよね。ちょっと、HP のな、差がここの一番最初ね。だから俺がどんだけ追い上げられるかっていう。そうだね。めっちゃ強くない。いや、あいつは来ないですか。そうです。あいつって呼んでたやつ来ないですか。あいつは分かんないんだよね。渋谷さんの方にあの混乱中って出てますよ。まあ下ですよね。ああ、そうです。そうです。まあまあ。うわあ、このなんかサキュバスっていうのをひっくり返したいな。左の方に。ただ単に？これ、いや、こいつがいると表になってると。アタックが 10% 減少する。あ、結構きついっすね。じわじわ効いてくる。しかも端にあれ出してるのうまいっすね。そうそうそう。で、ここが竜属性のコマなんマスなの。あ、そうそうそう。ここに多分次来るんで。これね。しかもこれ。しかもこれ、しかも。コンボ？やばい。うわ！めちゃくちゃ大丈夫。うわ！やばい。一気に。バカみたいに強い。一気に追いついた。あともう僕ないですね。あと置くコマが、あとオセロで普通に負けてます今。これでほぼ並んだね。7000台で。本当だ、オセロ。ほぼ一緒今。オセロで普通に負けてるわ今。モンスターのことばっか考えるとそうなっていくっていう。ミスってるな。そうそうそう。よし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 。ああ、ホストの顔見たいな。やだな。ホストにさせたいな。もちろんコールもやってくれるんでしょ。だコールとかホストだな。コール知らないな。よし、ここ。そうですよね。うわ。超強い。ハンマス。うわ、いいねいいねいいね。うわ、僕こんな負けたことないですよ。マジで。ぶっちゃけて言ったら強いな。めちゃくちゃ競ってる。なるほど。うわ、ミスった。え、角度高い。
どうすかね、どっちなんだろうな。あ、でもいいな、これやられる可能性あるな、1回でも一気に覆る可能性ある、うん、4000で、うん、4000、下手したら一発で可能性あるかもしれない。すげえ、やばい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 、ちょっと待って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 、やばい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 、うわー、でも残ってますね。2800与えられたらやっぱ負ける。これダメだ、これ決まんない、なんかコンボいけない、いけんのかなでも、これ2000、いやでもいや、これいけんのかな、いけんとこ1個ありますよね、ここ多分ここですよね、多分。あ、やばいな。いやでもそこをひっくり返すとそのダメージ食らっちゃうから、ちょっとこっち行くわ。さあどうだ、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 さあ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 、水曜来たー、ギリギリ俺あと330、うわ超接戦、超悔しいっすねこれ、めっちゃギリ、うわー超ドキドキした、ちょっと、ちょっと僕今悔しくて喋れない。それではホストになった水溜りボンドのお二人です、どうぞ。今夜白黒つけてやるよ。君の部屋の隅くんない？女の子の部屋の隅取り、隅で取るよってこと。オセロにかけてんの、お前もかけてたんだろ。いやいやいや、カメラ越しに見てもらうのやめてくださいよ。映りすごいですよ僕ら今。すごい。タイムスリップしてきたアイドルですよ。確かに。今オセロニアを始めるとログインボーナスとか、はい、星のおかげでいっぱいもらえそうなので、はい、ぜひね始めてみてください。でそのキャンペーンが2017年の1月10日までやってるそうなんで、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。超ミラクル限定ガッチャが、12月26日から引けます。はい、はい、2017年1月31日まで、はい、結構長いですね。はい、なるほど。1回しかできないらしいですけど、はい、絶対 S ランク以上。いや、すごい、めっちゃ嬉しい、すげえ超嬉しい。はい、ぜひやってみてください。はい、今日オルタナさんのチャンネルの方でも、はい、メインですね。はい、あとね、変わった企画をやってるんでね、はいはい、ぜひ見てほしいですね。はい、はい、じゃあぜひそちらもチェックしてみてください。はい、はいはい、ということで以上今日の水溜り問題でした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、おかしいでしょこのエンディング。いやー、そのメガネかけたらどうなりますか。しょうがない。